22日、午後14時23分の撮影ですね。あのカローラアクシオ、2019年のカローラアクシオをご紹介していきます。もうトヨタの、早速ですね、ちょっとこの車のちょっと大きな傷があるんですけども、少しこちらの運転席側のバンパーですね、カメラに映るかどうか、ちょっとでかな、線傷は、そうですね、こちらのバックナンバーですね、ここがちょっとあの擦り傷ですね、がちょっとあの全体的に見られますね。映るかな、擦り傷があります。あとバンパーですね、バンパーの方もやはり少し、傷があります。ちょっと近く寄ってきますと、線傷ですね、薄い線傷、こちらが確認できます。はい、ミラーですね、ミラーのとこにも薄い線傷あります。でこのボンネットのところにもミラーですね、キーレスのメインキーが一つとですね、あとスペアキーですね、いきたいと思います。はい、キーを挿しましてエンジンかけます。ではまず45,41キロですね、 Z25、 はい、マックカメラの方をして、はい、こちらですね、横滑り等の、それこちらですね、ついてます。さあ、破れ汚れ等ありませんので、比較的いい状態を保ってるんではないかと思いますね。はい、では後ろの座席の方ですね、後ろ座席が綺麗ですね、しっかりまだ張りがあるシートになってますね。天張りの方も、大きな傷汚れ等はありません。傷ですね、はい、トランクフロアの方は綺麗ですね、綺麗な状態保ってますね、なんか汚れてるとか削れてるとかっていうのもありません。こちらになります。はい、お願いいたします。はい、エンジンルームですね、まあ年式総ですね、2019年ですので、まあもう年式総ぐらいの、状態ではないかと思います。修復している箇所ですね、フレーム関係の、歪み、へこみ、歪み等はですね、ざっと